アメリカでは中共軍が西側諸国の大学を通じて新しいテクノロジーを入手することへの懸念が高まっていますがヨーロッパのある一流大学は自身がその実例であることに気づきましたデンマークのコペンハーゲン大学では同校の教授が中共軍の召喚と共同研究を行っていたことが判明しましたこの二人は高知における中共軍兵士の戦闘能力を向上させる薬を研究していました 具体的には、この薬は脳の損傷を防ぐことを目的としています。これは中共軍兵士がチベットのような高地で直面している問題です。チベットでの中共軍兵士の戦闘能力に支障をきたすため、解決策を見出すことが中共軍の勝利の急となっています。ああああ中共政権はチベット地域に神経を尖らせています。 チベットは中共政権が領有権を主張している複数の国と国境を接しています。そして中共軍はインドとの国境紛争後、チベットでの訓練を強化しています。張国将という名の中国人教授は中共軍の将官との共同研究のことを大学に伝えていませんでした。大学側がそれを知ったのは、二人が研究論文を発表した後のことです。 大学側は論文の共同執筆者の報告を義務付けていません。その上、共同執筆者は2人だけではありません。コペンハーゲン大学の密接なパートナーである BGI の創業者たちも共同研究に参画していました。BGI は世界最大のゲノミクス企業で、今年の初めには世界中の何百万人もの妊婦からデータを採集し、中共軍と共有していたとの告発を受け、 非難を浴びました。コペンハーゲン大学と BGI の関係には根深いものがあります。一例を挙げると、この大学にはヨーロッパで最も歴史の長い遺伝学研究所の一つがありますが、BGI の最大の国際的パートナーの一つでもあります。そして BGI の創業者の一人やスタッフの一部は同校の卒業生でもあります。また BGI のヨーロッパ本部も、 コペンハーゲン大学のキャンパス内に設置されています。さらに BGI は超国小師を含む同大学の二十数人の研究者に資金を提供しています。一方、中国国内では BGI は中共軍の将官たちと共同で他の遺伝子関連研究を行っています。今回の事件はデンマークの情報機関が デンマークの大学が知らずに外国の軍事研究に関与している可能性があると警告した後に起きたものです。同機関は報告書の中で例を挙げ、この脅威は現実のものであり、デンマークはその高い研究水準ゆえに魅力的なターゲットであるとも述べています。デンマーク高等教育省は、研究者の国際協力がはらむリスクの見直しに着手しています。NTD ジャパンがお伝えしました。